岡大会は、岡山県倉敷市出身のプロ野球選手、宇藤右内、千葉ロッテマリーンズ所属。大学時代の岡倉敷商業高等学校に、進学後、2年夏、3年夏の甲子園に出場。3年時はエースを務めた。高校卒業後は、明治大学に進学する。4年時には、大学生野手、ナンバーワンと評される一方。 投手としても出場する二刀流で活躍した。投手としては19試合に、登板3勝3敗、防御率2.52、36奪三振を記録。打者としては59試合に、出場186打数59安打、打率317、3本塁打、31打点、11盗塁を記録。ベストナイン1回。 2013年10月24日に行われたドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから3位指名を受け入団背番号は31に決まった。11月には台湾で行われた2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出され大学生野手で唯一の選出を果たした。2014年は 内野手登録であったがキャンプでは外野手に挑戦した。開幕一軍だったが4月17日に2軍落ちとなり、5月2日のイースタンリーグの試合では、打者走者として一塁ベースを踏んだ際に足を痛め、左足裏人体断裂、左足リスフラン関節脱球骨折と診断され、実戦復帰まで約5ヶ月を要してその後のシーズンを棒に振った。 11月10日の日米野球2014総合、試合では5番中堅守として実戦復帰した。2015年は1番左翼守として出場した4月1日の対千葉ロッテマリームズ戦で決勝打となるプロ初本塁打を放った。以降も序盤に怪我で離脱した非対抗に代わって外野手としての出場機会を増やし、規定打席不足ながらも101試合に出場し、 リーグ4位となる18盗塁を記録している。2016年、2度にわたる怪我で41試合の出場にとどまるものの打率、374の高水準をマークした。特に6月中の球団のシーズン15連勝中のキーマンとして貢献し、クライマックスシリーズ、日本シリーズでも先発、途中出場を問わず活躍した。オフに背番号を18に変更。 NPP で背番号18を野手が使用するのは1987年のシクストレスカーの以来30年ぶり、日本人選手では1963の1964年の小木曽木八郎以来53年ぶりとなる。2017年は非対抗の遺跡に伴い、レギュラー獲得の期待が高まるも、一転して打撃不振に陥り、シーズン途中から大田康氏示せと、 松本強が外野手のスタメンに定着したことによって60試合にとどまる。2018年も28試合の出場で打率154と制裁を書いていた。2018年7月26日に藤岡隆広との交換トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍することが発表された。背番号は2013年の侍ジャパン選出時にも 着用した、39。右手第二式節骨骨折と診断され離脱した、大木の高の穴を埋めることを最重要課題としていた、ロッテのニーズに合致した。7月30日の埼玉西武ライオンズ戦に、7番、中堅守として遺跡後初出場。4四死球で、全打席出塁の活躍を見せた。8月1日には、古巣日本ハム戦で遺跡後初安打をマーク。 球団創設50年記念試合として行われた、同21日の西武戦では、15球粘って、同点の2点打を放った。9月17日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦では、藤平昇進から自身2年ぶりとなる、遺跡後初本塁打を放ち、ベンチから、サイレントトリートメントで祝福された。最終成績は51試合で打率、204、3本塁打、 13打点7盗塁であった。10月11日には3歳年上の一般女性と結婚した。シーズンオフの12月3日に背番号を大学4年時に背負った25に変更したと発表された。2019年は開幕1軍入りを果たすも18打数無安打で4月15日に2軍落ち。4月28日に再昇格すると以降は ダイソーや守備固めとして出場。交流戦ではスタメン出場も増え、8番右翼手として出場した6月17日の中日ドラゴンズ戦では元チームメイトの谷本圭介から特大のホームランを放った。交流戦後は再び途中出場が主となったが、9月に小木野が離脱した際は1番中堅手として出場を重ねた。最終的に 95試合の出場で、打率、227、16打点、自己最多となる6本塁打を記録。また、投塁成功率は、929で13投塁を記録した。オフには、山本大輝、安田翔健と共にプエルトリコウィンターリーグの、クリオージョスでカグアスに、約1ヶ月派遣されたが、無安打のまま出場機会をなくし帰国するなど、打撃に課題を残した。 2020年は62試合に出場したが、打ちスタメン出場は10試合のみと、前年と同様ダイソーや守備固めがメインとなった。また、後半戦に入るにつれ、出場機会も減少。10月7日には、新型コロナウイルスに感染した岩下大輝の濃厚接触者として、登録抹消となった。最終的に、打率、143、0本類打、2打点。 7投類という成績に終わった。2021年は4月21日の対北海道日本ハムファイターズ戦で9回裏西一塁の状況からセンターへ逆転さよならに来本塁打を放った。これは球団では2001年7月9日の対福岡大英ホークス戦でフランク・ボーリックが記録して以来約20年ぶり。 日本人打者では1997年8月8日の対オリックスブルーウ,ウェイブ戦で初芝清志が記録して以来約24年ぶりのことであった。このサヨナラ本塁打によりスカパードラマティックサヨナラ賞月間賞3.4月部門を受賞した50メートル走5秒7100メートル走11秒1の快速と明治大学時代に投手として 最速時速1 5 2キロメートルを誇った強権を備える。プロ入り後、日本ハム時代は外野手だけの出場だったが、2019年には初めて一類手の守備についた。倉敷商工から明治大学に進学した先輩に星野先一がおり、岡が明大を選んだ理由も星野が明大からプロ入りしたことを挙げている。テニス漫画のエースを狙えの主人公。 岡博美と読みが同じである。日本ハム時代の応援歌は、2015年、交流戦明けから冒頭に、岡の登場曲でもある、エースを狙え、のサビをアレンジしたものを演奏した。同年9月に一軍復帰してから岡専用の、個人応援歌が使用されるようになった。また、ロッテ時代の応援歌は、郷博美の、99話終わらないが原曲である。 大学の同期に三円ネオフェニックスの西川隆之がおり、西川のレバンガ北海道在籍時、レバンガ北海道公式ファンブックに両者の対談記事として丘が登場している。利用組合北海道日本ハムファイターズ講演会が球団とコラボレーションして毎年の最新ヘアデザインのモデルを若手選手の中よりファン投票で選出している企画。 ファイターズスタイルの2017年度モデルに選ばれた。食べ物の好き嫌いが多く、トマト、ナス、キノコ類が苦手である。また、海藻類もあまり食べない。2016年シーズンから田中健介に食事に対するアドバイスをもらうようになった。球場やホテルなどの食事ではできるだけ隣に座ってメニューを見てもらっている。2016年シーズンから盗塁を一つ決めることに、 北海道車イステニス協会に車椅子用タイヤセットを寄贈する岡広見プロジェクトを始めている。岡はもともとプロに入ったら何か社会貢献をしたいという気持ちがあったが、その意識が一層強くなったのはプロ一年目に歩くのも辛いほどの怪我を経験してからである。プロ初ホームランは2015年4月1日の千葉ロッテ戦で藤岡隆広投手から打ったものだが、 三年後に岡は千葉ロッテにトレードされることとなり、藤岡はそのトレード相手となった。ありがとうございます。